プリベート、こんにちは。今回は体格の解説だったわよね。そうなのぜ。ロシア語には6つの格があるのぜ。格がどういうものだったか覚えてる？パート0のロシア語とはの解説動画でやったように、日本語の助詞って、に、お、は、に当たるものだったかしら。そうなのぜ。ロシア語では助詞ではなく、名詞自体が変化することで、文の中でどういう役割、意味を持つのかが変わるのぜ。今回は日本語の直接目的語を、に当たる体格を解説するのぜ。次の図はウプ主が作成したものなのぜ。体格は四角の形と変わらないものが多いため、他の格より覚えやすいのぜ。次の6つの体格のポイントを見ていこう。1、中性名詞、お、いえ、えむやーは体格で形が変わらない。2、男性名詞の非活動体、ものや事象、シーン、い、クラーとかえ、難音記号も体格で形は変わらない。3、女性名詞、難音記号は体格で形が変わらない。4、男性名詞の活動体、人、動物、は、語尾がシーンで終わる場合、後ろにアーがつき、語尾がえ、クラーとかえ、難音記号で終わる場合、やーに変わる。5、女性名詞、あー、やー、は、それぞれ体格、言うと変化する。語尾があやからうゆになる。6、語尾があー、やーで終わる男性名詞は、女性名詞、あー、やー、と同じく、それぞれ体格、言うと変化する。まず、1、中性名詞は体格になっても形が変わらない、ということね。中性名詞は語尾がお、いえ、えむやーだったわよね。次の通り、中性名詞は四角でも体格でも形が変わらないのぜ。例、白の窓、マラコ、牛乳、モーレ、海、ズダーニエ、建物、イーミャ、名前。次に、2、男性名詞の非活動体、物や事象は体格になっても形は変わらない、ということね。男性名詞は語尾がシーン、イ、クラーとかえ、難音記号だったわよね。以下の通り、物や事象を表す男性名詞、不活動体は、四角でも体格でも形が変わらないのぜ。パーク、公園、ムジェイ、美術館、博物館、スラヴァーリ、辞書。次に、3、語尾が難音で終わる女性名詞は体格で形が変わらない、ということね。女性名詞も語尾が難音記号で終わる場合もあったわよね。例、チトラーチ、ノート。次に、4、男性名詞の活動体、人、動物、は、語尾がシーンで終わる場合、後ろにアーがつき、語尾がえ、クラーとかえ、難音記号で終わる場合、やーに変わる、ということね。人や動物を表す男性名詞、活動体、は、語尾がシーンの場合はアーに、語尾がえ、クラーとかえ、難音記号の場合はやーに変わるのね。例、千、息子、体格、セーナ、息子、セルゲイ、セルゲイ、人の名前、体格、セルゲイヤ、セルゲイを、ウチーチリ、先生、体格、ウチーチリア、先生を。次に、5、女性名詞、あー、やーは、それぞれ体格、言うと変化する、ということね。女性名詞は語尾が、あー、やーだったわよね。語尾があーの女性名詞は、語尾がうに変わり、語がやーの女性名詞は、語尾がゆうに変わるのぜ。まあまあ。まま、体格。まあもう。ままを。こうもなた。部屋、体格。こうもなと。部屋を。ファミリア、ファミリーを。せい。しみや。家族。しみゆう。家族を。次に、6。語尾があー、やーで終わる男性名詞は、女性名詞、あー、やーと同じく、それぞれ体格、言うと変化する、ということね。男性名詞は、パパ、おじさん、のように、語尾があー、やーで終わる場合もあったわね。そうなのぜ。語尾があー、やーで終わる男性名詞は、女性名詞と同じように、言うで終わるのぜ。例、パーパ、パパ、体格、パーポー、パパを、ジャージャ、おじさん、ジャージュ、おじさんを。もう一度復習しましょう。
今回は体格の6つのポイントを見てきたのぜ。1、中性名詞、お、いえ、えむやーは体格で形が変わらない。2、男性名詞の非活動体、ものや事象、シーン、い、クラーとかえ、南音記号も体格で形は変わらない。3、女性名詞、南音記号は体格で形が変わらない。4、男性名詞の活動体、人、動物は語尾がシーンで終わる場合、後ろにアーがつき、語尾がえ、クラーとかえ、南音記号で終わる場合、やーに変わる。5、女性名詞、あー、やーは、それぞれ体格、言うと変化する。語尾があやからうゆになる。6、語尾があー、やーで終わる男性名詞は、女性名詞、あー、やーと同じく、それぞれ体格、言うと変化する。1、2、3の場合、体格でも、形は変わらない。4、5、6の場合、体格で、形は変わる、のぜ。つまり、体格は4、5、6のポイントだけを覚えればいいのぜ。こうやって、覚える項目を最小限にすることも、言語を学ぶための方法の一つなのね。次回は、認証代名詞の体格、を解説するのぜ。皆さんは今回出た新しい単語を復習してほしいのぜ。それでは皆様、パカー。